静岡県在住の大場様のお宅に日コンの全副対応単機能タイプの家庭用蓄電池 ESSU4X1 を設置させていただきました。全負荷対応単機能タイプはシステムの構成上、低電時に太陽光発電の余剰電力が 3kW 以上あると蓄電池へ充電ができなくなるなどの癖があります。電化製品を多く使って余剰電力を 3kW 未満になるようにしなければならないため、停電の時にこれを意識するのは難しいです。今回はパワコンの下にブレーカーを設けて余剰電力をお客様でコントロールできるようにしました。停電時の使い勝手を考えると、単機能よりハイブリッドタイプを選んでいただきたいです。蓄電池選びでお困りの方は概要欄の当社ホームページや LINE から気軽にお問い合わせください。